演舞開演。どうも、本日はこちらのマテ茶というものを飲んでみたいと思います。マテ茶というのは南米などで飲まれている主に黒人文化に根付いているお茶ですということを聞いたことがあります。まあ前にも飲んだことはあるのですが、でこちらはティーバッグタイプです。いっぱい飲みますね。で、いつもであればここでお湯を沸かしてなのですが、今日はこのようにもうすでに入れてあります。というわけでちょっと注いでみます。飲むの難しいね。では飲んでみます。このあっさりとした優しさがあなたの人気の秘密なんでしょう。麦茶やウーロン茶などとは違う、ちょっとあまり癖がなくあっさりして飲みやすいお茶です。これで体にいいというのはちょっと信じられない気もしますが、もしそうなら嬉しいですね。あっさりとして飲みやすいのに何かに使えそうな気もします。何かで作ってみようかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。